はい、本日ですね、こちら高級人気ダウンジャケットはどれだというところでね、ご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、以前視聴者さんにアンケート取らせていただきました。 YouTube のアンケートの方でね、もしダウンジャケットに10万以上使うならばどのダウンジャケットを買いますかということでね、今回この4つを候補に挙げさせてもらったんですけども、これ以外のやつもね、結構コメント皆さんいただきました、82件もコメントいただいてて、ここに出てきてないようなアイテムもあったりしますのでね、そんな見ていきたいなと思います。各国でね、出したんです。例えばカナダグースやったらカナダですよね、タトラスやったらイタリアとかね、ミズサーやったら日本で、モンクレールはフランスということで各国で出していったんですけど、アンケート結果がこちらになってます。ズドンということでね、1位がね、やっぱり我が国の、代表するブランドミズサーダウンということでね、これが1位になっておりました。まあ、これに関してはちょっといろいろややこしいんですよ。伊藤翔司がなんか韓国がどうたらこうたらって言ってね、あの株持ってるとか言い出したら韓国やんけっていう話になってくるけど、ちょっとそれは一回置いときます。でその次がね、モンクレール 29% ということでね、こちらも人気のダウンジャケットになってました。そして第3位がね、このカナダグース、これも 25% ということで比較的、この辺は散ってますね。第1位から第3位までは結構人気なジャケットで、まあ、タトラスだけね、6% しか入ってなかったから、あんま人気なかったんかもしれないですけども、それもねコメントでいただいておりました。視聴者さんからね、こういう理由で多分人気ないんちゃいますかいうことをいただいておりましたので、そういったところを見ていきたいなと思います。まずはね、このモンクレールについていきたいなと思うんですけども、このモンクレールってね、比較的ねダサいとかね、なんかキャッチみたいとか言うてね、あんま好かれへんダウンジャケットじゃダウンジャケットやけど、僕が着てるのが悪いんやけどもね、あんま好かれへんねや好かれへんねんけども、コメントとかではね、パッて見たら実際着てみるとモンクレールの軽さと着心地の良さが圧倒的でしたっていうことなんだけども、僕もほんまにそれです。見た目見た感じ、へえこれがどうしたんっていう感じなんやけども、実際持ってはる人が実際着てはる人からしたらね、あ、品質の高さってやっぱ感じるよなということでね、これは僕もね、この意見には確かに賛成というか、確かになと思います。で次ね、テキスタイルやってましたけど、生地から言っても作りから言ってもモンクレールは別格、ダウン使った、ダウンパック使ったダウンジャケットなんかどこでも作れるってことなんでね、まあこれ一概に言うとね、テキスタイルってこれ何なんかっていうと生地屋やねんけどね、生地屋 の会社で勤めてはる人テキスタイルって言うんやけども、確かにダウンパック使ったダウンジャケットってね、そんな作るの難しくないんですよ。日本でもね、結構作れるとこあったりするんやけども、ただモンクレールのこの生地に関して僕そんないいと思ってないので、まあ、この人とはちょっと乖離があるんやけどもね。モンクレールってどちらかというと生地っていうよりかは中の綿、そしてサイズ感、カッティング、そういうところに僕はちょっといいんちゃうかなと思ってるけども、まあ、この人生地の方がいいって言ったけど、生地そんないいかなって、まあ、僕はあんま思わないんですけどもね、まあ、そういったお声があって、まあ、いろんなお声があっていいじゃないかってことですよね。そしてその次がモンクレールのね、モンジュネーブルっていうのがあるらしいんですよ。モンジュネーブルって僕人生初めて言ったけども、これ調べたら何かわからんかって、何やろうなって調べたら、このモンクレールっていかにもこのテカテカした感じあるじゃないですか。じゃなくてモンクレールやねんけども、ウール素材を使ってる、もっとマッティングなね、マットな感じの素材、まあ分かりやすく言ったらこのタトラスにもそっくりですわ。このタトラスも 99% ウール使ってるから、まあ、こんな感じの上品な質感で、モンジュネーブルっていう名前の、ね、ダウンはあるんやけども、まあ、それもタトラスの時にも言ったけども、結局は毛玉になりますのでね、まあ、それ考えたら、まあ、一長一短なんやけどもね、このテカテカが嫌いっていう方はそういうウールの方がいいかもしれんけど、ウールは毛玉ができますのでね、ボロボロなっちゃうっていうところで、それはそれで嫌っていう人はこっちの方がいいかもしれないですけど、そういうお声もいただいておりました。まあ、他にも出てますね、あとモンジュネーブル一択ですねとかっていうことでね、あったりとか、個人的に星葉さんが着てたダウン気になる。星葉さんって有名な方やけども、そのダウン何着てたんか僕知らない、全然知らないんですけど、また教えてください。あとね、モンクレールは近所のデイサービスで3人ぐらいおばあさんが着てますということで、あら上品なおばあ様ということでね、女性の方でね、モンクレール着てはる方って、まあ、大体まあ勝ち組ですわ。僕もパッて街中見てたりしたらね、モンクレール着てる女性の人って大体一つにくくってて、大体車 SUV 乗りがちなんですよね。外車の SUV 乗りがちっていうことで、これはもう分かるでしょ、はいはいはいっていう、都会ではよく見る光景です。田舎ではあんま見ないけどもね、よく見る光景かなと思います。あとね、シンクったコメントもありました。これね、和弘さんの園田和弘さんっていう、まあ、本名かどうか知らんけども、一言ここにダンって出しておきましょう。来たらわかるって書いてあるけど、その通りございます。僕もこの4着に関して全部着てるからわかるんやけども、確かに来たらわかるということでね、この人も持ってはるかどうかわからへんけども、シンクった発言がありましたね。あと呼び方に厳しいご指摘がありました。昔は一般的にモンクレールじゃなくてモンクレーと呼ばれていたんだよな、モンクレールって呼び方が好きじゃないなということでね、すみませんでした。現代風で呼ばせていただいて
ておりますけどもね、昔の時代を生きるんじゃなくて現在を生きていきましょうということで、ね、モンクレールとこれからも呼ばせていただきますけども、気を悪くしないでくださいということでね、それ以外にやったらモンクレールのダウンって20枚以上出さんとあんまり買えなくないということでね、まあそれは確かにその通りで、コメントでね、マヤはそんな高くないよって、これマヤですね、マヤ高値には十数万円で買えるということで、僕20万9000円、ちょうど20万今年からね値上がりして20万円になってますけどもね、買えますとか、でもほとんど20万円以上超えませんか、10万から20万のまでの買えばいい、モンクレール興味ないので買わないです、ユニクロで十分、こだわりがなければユニクロで十分ですね、やっぱり仕事で着るとき多いからモンクレール持ってるけど仕事には使えない、傷とか気使っちゃうからということ、ここであの会話完結しておりますけどもね、まあ確かに僕もその通りだと思います。服に興味ない人は別にユニクロで十分やと思うんですよ。で僕のこのチャンネルに関しては服が好きな人見てるから、まあ、こだわるんやったらこういうのいいよねっていうことなんやけども、服全然興味ないって言ってる人においおいちょっと待ってって言ってね、お前モンクレール買ってこいって言うのは言いません。好きな、あくまで好きな人やったら、まあ、こういうのどうですかっていうことなんで、ね、まあ、モンクレールはこんな感じでありましたと。でそれ以外にもねお声多かったっていうのが、こうピレネックス入ってないやないかいと、ピレネックス入れてくださいよっていうお声ありまして、まあ、ピレネックスといえばね、あのモンクレールの、もともとあのモンクレールにねダウンを供給してたっていう会社で有名なんでね、まあ、それはね、まあ、あの質で考えたら間違いないでしょうっていうようなブランドやと思うんですけども、このピレネックス、これ出てませんよってお声いただいたりしたんですけども、ピレネックスもこのアヌシーっていうこの形以外にもこういう普通のスタンダードな形もあったりするんでね、まあそういうことをおっしゃってはるんかなと思うんですけども、まあそんなお声があったりとか、あとモンクレールもありまして、モンクレールはもうパチモンだらけでね、てんてんてんっていうことだったんですけども、これも完璧なコメントが返信されておりました。何かというと、本店で買えばいい、それだけなんですよね。それも完璧に芯食っちゃってるんよ。毎年議論になるんやけどもね、ほんまにその通りで、とにかく本店で買いなさいと、もう正規店で買いなさいということで、何をこだわって正規店じゃないところで買ってんねんやってことなんですけども、まあ、正規店で買えば、まあ、間違いないですよねっていうことがあったりだとか、まあ、ただ値段が高いんでね、やっぱりそんな中途半端なところで買っちゃうとね、正規店じゃないかどうかわからなかったら怖いでしょ。まあ、そんなんもあったりとかするんやけども、あとね、ちょっと残念ながら、この意味を分かってない人のコメントもいただきました。他人にどう見られるかを気にするからわざわざ高いのを買うんだろう、はてな、冬場は短い時期しか着ないのに高いの必要ないよ、安くてもいいのいっぱいあるよ。それはもう分かってるんですよ。そんなことは分かってるし、別に他人に見られるために僕ら来てないんですよ。っていうのも、ほんまに質のいいものを求めてはる方がこのチャンネルを見てます。だから見栄を張るチャンネルではございません。見栄を張るチャンネルは違うところに行ってください。僕のところはもういつも言ってるけども、値段や見た目ではございません。本質を見ていくんだと、そういう人らを僕は視聴者さんとして見ていただいておりますので、この方は僕の視聴者さんではございません。この方はね、よりファストファッションのチャンネルを見た方がよりいいと思います。なので、それ違いの考え方の違いのあれなんで、まあ仕方ないと思うんですけども、まあそういったことでモンクレールのやっぱ意見が一番多かったかなと思います。それ以外にもね、例えばカナダグースってやっぱ日本で聞くとオーバースペックやけども、デザインってやっぱかっこいいよなっていうねお声がいただいてたりしてるんですけども、そんなんがあったりとか、この中で言うとモンクレールよりカナダグースですね、ピレネックスが入ってないのが悲しいということでね、ピレネックスも入れたかったんやけども、これ YouTube のねアンケート機能にちょっとまあ訂正というか、僕マネージャーいてるんですけども、マネージャーにちょっとここで伝えていきますけど、 YouTube のアンケート機能、画像を入れたら4つしかできないんですよ。もっと増やしてくれ、もっと増やしてくれんと、これいっぱい入れれないからね。僕いつももう苦渋の決断で4択しかないやんけと思ってやってるんやけど、マネージャーさん、アンケート機能増やしてくださいということでね、Google の本社で勤めている僕のマネージャーがいてるんですけども、よろしくお願いいたします。でそれ以外にはね、やっぱりシンプルな水沢ダウンが一番いいですよねっていうお声もあったりもします。こんな感じでね、水沢ダウンね、いいですよね。これすっきりしててね、やっぱさすが日本を代表するダウンジャケットやなと思いますけども、非常にいい作りになってるんじゃないでしょうか。確かね、1日にね何着しかできひんような感じだと思います。全部手作業でやってるから、1日に何着、10何着かな、20着かなしかできひんっていうのがね、この水沢ダウン有名なんですけども、そんなんがあったりとか、水沢ダウンを持ってるからモンクレールに憧れてるよということもね、コメントであったりとか、ウールリッチのアンタクティカパーカーがいいと思いますがね、あとナンガが好きですがね、マジで寒い日はウールリッチのアークティックパーカー、ドレスに決めたい時はヘルノということで、あ、ヘルノも多かったですね。ヘルノっていうお声も結構多かったりとか、あとシュプリームとノースコラボ、これいいですよね。通称シュプノースというのね、これもいいですよね。すいません、もうタグつけたままずっと置きっぱなしにしますけどもね、切らなあかんね、申し訳ないですということで、こんなんもあったりはします。でギリ10万円届かへんけど、ナンガのホワイトレーベルの最強ダウン、
これ名前が最強ダウンって言うんですよ。僕が勝手に最強最強って言ってるんじゃなくて、正式名称が最強ダウンって言って、これネーミングを考えるときに誰が考えてんやと会議しててね、大の大人が集まって、すいません次のプロジェクトのダウンジャケットなんだけども何しようかな、部長最強ダウンがいいと思いますよなんて言ってね、よし君それ採用だって、どういう基準で採用になったかわからんねんけども、一応名前が最強ダウンっていうダウンジャケット、これ9万かな10万いかんぐらいかなっていう感じなんだけども、これもねいいんちゃうかってお声をいただいておりました。あとねスーツとかでも使えたりとかオフでも使える感じがするので、水沢ダウンにやっぱ1票かなということでね、まあ買えるならという前提なんですけども、ということで、まあ値段も高いですしね、僕ね学校の先生やってる時ね10万のダウンジャケットなんかねもう買えるなんて思ってなかったから、まあ今こうやってね仕事としてね、ペチャクチャペチャクチャトーキングトークするのが僕の仕事ですので、まあ10万のダウンジャケットって買ってますけども、ほんまにこの辺りをパパパパって買ってはる人ってね、すごい日本のピラミッドの中でもね上位層の人だと思うんですけどもね、もうすごいですよね。僕もそんな私服ではよう買われへんけどもね、そういうことでなかなかね買えないですよねっていうお声もありました。でそれ以外にはやっぱりムーレーでしょうとか言ってね、ムーレーちょっと名前呼び方が呼んだことがないからわからない、ムーレーかな、ミスターダウン以外ちょっとキャッチになっちゃうなっていうことで、これは僕が悪いんです、すいません、僕が、どう着てるかというか僕が着ちゃうから、なんやったらこれ今ミスターダウン着てるのにミスターダウンですらちょっとキャッチの雰囲気出るでしょ、すいませんお姉さんお姉さんとかね、あすいませんお兄さん居酒屋決まってますかなんて言ってね、これ合法じゃないからほんまやったらあかんねんけどもね、そんなんがあったりとかしますし、あと雪国とかやったらね、結構雪国に住んではる人って歩いて外出用のダウンジャケット、それと車の外出用の2種類が必要になりますと。で車の時は車の時で結構薄めの感じになったりするんやけども、歩いて外出する時とかはもう雪国なんでね、こういうカナダグースのロング丈というかミドル丈のやつがね重宝してますとかいうのもあったりするし、カナダグースね持ってるんやけども羽が出てくるんよねっていうことで、おそらくこの表の方はねコーティング生地されてるから羽出てこないと思うんですけども、言ってはんのはこの中の生地やと思います。この中の方は特に加工されてないので、確かにこれは毛抜けてきたりとかする可能性はねあると思うんですけども、まあそれ言い出したらほぼ全てそうやからね、まあこの水沢ダウンぐらいかな、その毛抜けてこへん言うたら比較的毛抜けてくるのは仕方ないかなと思うんですけどもね、そんなんがあったりとか、あとやっぱりメイドインジャパンで一番の品質なのにこの値段なのがいいということで、これは水沢ダウンのこと言ってるのかな、円安で、海外製が高い中買わないのはバカとさえ思ってしまう、結構きつめなこと言いますね、ちょっと攻撃的な発言ですけどね、海外で同じ品質の製品をもし作れたとしたら倍の値段ぐらいになるのでは…はてなということで、まあ、水沢ダウンに関してはこれはね僕個人的に思うのは、確かに円安やから海外高いのはもう間違いないと思います、そう言ってる通りだと思うんですけども、この水沢ダウンじゃあ海外でもしかに作ってたとします、フランスでこれ作ってて持ってきました、それがこれ15万するんですけど、11万かするんやけども20万なんかって言われたらどうなるの、まあ、1.5 倍にはなると思います、15万円ぐらいにはなると思うけども、その倍20万やったら結局そうやったらモンクレールでいいやんってなってくるから、ちょっと本力低いんですよ水沢ダウンの方がね、モンクレールに比べるとモンクレールの方がちょっと本力高いから、その辺はね若干違うような気がします。まあなんでっていうと、これはねダーミザクスっていう防水の生地使ってるとかっていうのもあったりとかしてて、そもそも普通の生地に比べるとね防水の生地使うと動きづらさが出るんですよ、だからそこに綿をいっぱい入れていくとより動きづらいじゃないですか、でシルエットも着膨れしちゃうのでね、だから細く作るために防水を使ってんけども綿をちょっと減らしてるっていうのがあるので、まあ保温力で考えたらね、まあ他のやつの方があったりするんかなと思ったりするんやけども、何の話してたっけちょっと忘れたけどもね、そういうことが思ったりします。あとね、10万以下やったらバルトロとヌプシ買ったら10万以下になるじゃないかと、こちらのバルトロライトジャケットがね、今年バージョンの2022年モデルが、6万円ちょっとぐらいで、ヌプシの方がまあこれが4万円いかんかなぐらいで、まあ、大体9万円台で両方2つ2着も買えるやんっていうことでねおっしゃっていただいて、僕これ読んだ時に確かにと思ったけど、コメントの返信引けててパッて見たらダウン2着いるかなはてなそれも芯食ってるんよ、一般の人ダウン2着ってまあいらんじゃないですか、雪国に住んでたりとかこう YouTuber はいるかもしれんけども、普通の人やったらダウンって1着あればそれはそれでええから、これも芯食ってるから返信がなかったです、それ以上はね。でそれ以外にやったら、ダウン自体ねもうトレンドから遅れてるので買いませんということで、むしろダウンは今トレンドなんちゃうかなと思ったりするんですよ、今コートとかってちょっと逆に少ないというかね、いうふうに思ったりするんやけども、何のトレンドなんかちょっとよくわからへんけども、そういうのがあったりとかするし、あとそれ以外にもやっぱりバルトロヌプシ2色とかってあったりするんやけどもね、やっぱその辺人気ですね。あとアクロニウムのプリマロフトジャケットが欲しいですとかね、結構これはコアなところですよね。で僕もムーレーだなーとかね、ムーレーかなーとかねいただいておりました。で、まあ、やっぱ多
かったのがムーレーとかヘルノとかがね今回入ってない中で多かったんで、まあ、来年ぐらい買ってみてね、紹介してみたいななんていうふうには思ってます。どう違うんかっていうところね、まあ、ムーレーとかヘルノってもうちょっと年齢層上なんかなと。一応僕のターゲットっていうのが一応38歳っていうふうに決めてるので、それに比べたらちょっと年齢層が高いような気はするんやけども、まあ一回ちょっとそれもねやってみてもいいかなと思うんですけども、そういったことでは思ってます。でね、全然話関係ないんですけどもね、まあ、僕ってこうやって服の話いっぱいしてるんやけども、嫁がねいてるんですよ。で僕の嫁もね一応まあこうやって服僕がいっぱい持ってるからこうやって触ったりするじゃないですか、まあ、ちょっとずつちょっと知識が入ってきてるわけなんですよね。でそうなった時にレディースのねセレクトショップとか行ったりしたら水沢ダウン置いてあったりして、あ着させてくださいって来たりとか、あとウルリッチ来たりとか、あとそれ以外にあったらモンクレールも来たりとかし、いろんなの来ててね、どれ次買おうかなとかっていろいろ言ってやるんやけども、やっぱりその素人というか、まあ、僕も素人なんやけども全然服の繊維とか分かってない嫁が見てもやっぱモンクレールはやっぱちゃうみたいです。全然軽いし、すごいこのラインの綺麗感とか、あと無駄な余白がないから保温力が高いとかっていうところね、何も分かってへんくせになんか分かってるような口出してるやんけって思ったりはするんですけども、まあ、そういうところでね誰が見てもというか、あんま服詳しくない嫁が見てもモンクレールはねやっぱいいっていうことでした。まあただ値段がねめちゃくちゃしますんで、普通に一般で僕じゃあ買ってあげるわとはよう言われへんのですけども、まあまあ誕生日とかねクリスマスとかね全部込み込みで5年分ぐらい合わせてやったら買ってあげれるかもしれんけども、まあそういったことで高級ダウンジャケット今回ねご紹介させていただきました。まあ特に人気のやつっていうのはやっぱりモンクレール、そして水沢ダウン、カナダグース、このあたりは人気になってきててね、まあ来年ヘルノとかあとムーレーかな、そのあたりを購入すればある程度高級ダウンジャケットって揃うので、その上でじゃあどれが一番もう本気で人生のラストの一着やと思ってダウンジャケット買うときに何がいいのかっていうのをそこでようやく言えると思います。それまではね、まあ、持ってないやつをいろいろ言うのはあれかなと思いますので、まあ、一旦今回はこれで終わりたいなということで、本日はですね高級人気ダウンジャケットはどれだということでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。